皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原英一です。今日ご紹介しますのはこちらの三脚。こちらはね、スプリントプロ 2N というもので、色がですね、CG、シャンパンゴールドですね。 CG という略称がついてましたけども、このシャンパンゴールドのものと、これ今売ってないんですよ。そして現行品のマスター3をここに持ってきました。三脚ってどうして色物が少ないんですかという質問を受けることがあるんですが、三脚ってね、定期的にカラーの製品が出ることがあるんですね。スリックは一番古くは1967年のグッドマンエースという三脚があるんですけども、そのグッドマンエースのバリエーションモデルが、イエローが一番最初かな。イエローとかホワイトとか割とね、攻めた色をですね、当時やってたんですね。ただ当時の三脚、1960年代あるいは50年代ということになってくると、実は三脚の色をつけられる場所ってかなり限られてたんです。今のこのスリックマスターをご覧いただくと、上のパイプも下のパイプも全部黒いという状態、これはね、当時はなかったんです。当時は三脚の色付けというのは塗装のみ、ここのところをね、黒く色付けするという塗装で色をつけたわけですけども、エレベーターパイプとか足の下のパイプは塗装で色をつけてしまうと、この三脚の固定っていうのは摩擦力で固定しますよね。これで塗装が剥げてしまうということで色がつけられなかったんです。ということで、当初のスリックの三脚、スリックマスターとか、その前のアルプスとかっていうことになってくると、上の部分は黒い、そして伸ばしていくと白い、まあ、白いというかシルバーのパイプが出てくるといったスタイルだったんですね。今のようなこの上も下も全部黒くなったというのは、これはね、アルマイト加工、夜間とかのアルマイト加工はよくね、チタンカラーというかゴールドというかちょっと黄ばんだような色にアルミを加工してますけども、アルマイトというのはまあ電気着液の中にアルミの合金を、まあ、パイプをつけて、それで電気的に色を入れるというものでね、まあ、入れ爪みたいなシステムらしいんですけども、この形で色をつけると摩擦をしても色が剥げないということで、アルマイト加工で黒くしてるわけですね。クロアルマイトという加工です。で、このクロアルマイトで加工できるようになったので、今では三脚は上の段も下の段も黒いということなんですね。ただ三脚をカタログで表示しますと、だいたいこうして伸ばした状態じゃなくて畳んだ状態じゃないと、かなりパイプが細いのでね、三脚の存在感がなくなっちゃうということで、だいたい畳んだ状態で写真を載せてます。だから買った後伸ばしてみると、あれパイプがシルバーだったみたいなことになるわけで、当時のスリックマスターは、まあ、写真はそのまま変わらないんですけども、1970年代か80年代ですね、マスターオールブラックとわざわざ書いてあるんですね。オールブラックというのが上のパイプも下のパイプもブラックですよという意味です。まあ、スリックマスターオールブラックの前に、マスタープロ2というプロ用の機種があって、それは最初から上の段の、まあ、もう下の段もブラックで登場しましたから、全部の段がブラックになったのはマスタープロ2が最初とすると1972年ということになりますね。まあ、そういったことでアルマイトで色をつけているのが今の三脚ということなんですが、アルマイトだとカラーのバリエーションがやっぱりかなり限られるということで、アルマイトでできる色というとね、シルバーかブラックかチタンカラーかグレーかぐらいなんですけども、チタンカラーというのも一時期流行ったんですが、今ではあまり見なくなっちゃいました。で、そのチタンカラーに近い色がこのスリックのスプリントプロ 2N の CG シャンパンゴールドという色なんですけども、これはね、アルマイトでつけてる色ではなくって塗装で塗っている色なんですね。だから結構かっこいいゴールドが表現できてるわけなんですが、この色のパイプを下に持ってくるということがやっぱりできなくて、下のパイプは黒アルマイト、黒仕上げなわけです。だからカタログで見るとね、こう畳んだ状態になりますから、ほら、シャンパンゴールドの面積が増えるわけですけども、こういう形ですね。
まあ、実際は伸ばして使いますから、伸ばすとこのパイプが黒になってしまうということなんですね。でこの下のパイプ以外でもエレベーターパイプ、ここも固定は摩擦力で行いますから、ここにも色が塗れなくって、このスプリントプロ 2N のパイプ、ここもブラックですし、あとですね、この三脚はボール、自由運台なんですけども、ボールの部分、これも黒ですね。ボールの部分は、自由運台のボールの部分は、シルバーのものとブラックのものがありますけども、どちらもまあこのようにアルマリト仕上げということで加工をしています。そのために色付けとしては黒かシルバーということなんですね。まあそういったことでね、三脚の色というのは、まあたまにこういったカラーのモデルを作ります。ただね、カラーのモデルを作っても結局売れ筋がブラックになるということで、売れないものを作るというのは企業的になかなか問題があるということで、ブラックのモデルを、ブラック以外の色のモデルですね、定期的に作ることはあるんですけども、なかなか定番化しないというのが実情ですね。ということで今日はね、三脚の色について語ってみましたけれども、そうして見てみるとね、このマスターの雲台部分もね、はい、まあ、ここも黒くアルマイト加工しようと思ったらできるはずですけども、ここはシルバーのままということで、まあ、金属の部分ですね、ブラックに黒アルマイトをかけるかシルバーにするかという感じで仕上げています。それ以外のね、この雲台の外側の部分とか本体の部分は、ここは塗装仕上げということで、塗装もね、これ単に黒く塗ってるだけでなくって、よく見たら表面に細かいパターンがあるんですけども、これがレザートーン。レザートーンというのは革風に見える仕上げということなんですけれども、まあカメラとかでもね、このレザートーン仕上げというのをしているカメラがありますから、まあ見れば、ああ、こういう仕上げかという感じかもしれません。ここまで寄ればわかるかな？はい。細かくいろいろパターンがあって、で、単に黒く塗ってるだけではないという感じなのがわかるかと思います。まあ、私自身はこの高級感があるレザートーン仕上げっていうのは結構好きですけどね、はい、ということでこういって形で塗装で仕上げてる部分と、あとはパイプはアルマイトで仕上げてる部分があります。で、色に関しては塗装で仕上げてるんですが、この色のパイプのまま下の段も色を塗装で塗るということはできないんですよ、というのが今日のまとめでした。ということで、田原英一のこのチャンネルでは、三脚に関するこういった色、まあ色が塗れない場所というのも説明しましたけどね、こういった知識を毎日 YouTube で発信してますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。